たちは分かりやすく楽しくをビジョンに今回の景品を考えてみました。そして最後にこの今回のプレゼンの全てのまとめおさらいとしてコンセプトムービーをご覧ください。来年の9月には製品ができるように、開発を進めていきたいと思います。